シンガポールという国を選んだことによってこういう多国展開、はいはい、インドネシア、タイ、はい、香港もありますし、はいはい、9カ国、はい、9カ国16社、まあ、それぐらい儲かったんですよ、独占市場ですから、はい、クウェートに上げて、はいはい、トラックでバスラー経由でバクダッドまで持っていけば、うん、これトラック輸送でしょ、うん、でトラック輸送この間爆弾にあったりとか、いやまあしかしここはここは封鎖は、港は封鎖はされてますけど、このトラック走ってましたから、うん、でこれ1回目ものすごく大儲けしたんですよ、うんうん、でまた儲けたろうと思って、うんうんうん、倒産ですよ、うん、途中の航海の途中で、でもこの人も悪意で倒産したわけじゃないんですね。いや悪意やったんですよ、ね、悪意だったんですか、ほぼ計画やったんです。あ、そうなんですか。それを見抜けなかった、うん、あんたが悪いと。あ、そうなんですか。そういう訴え方なんです。払う金ないんでしょと、うん、だとっとと日本に逃げたらいいやないかと、うんうん、で子供2人いるけど、うん、これ私育てるから、うん、どうぞ、うん、そんなガチャガチャ言ったら逃げなさい、うん、って言われたんですよ、うんうんうん、そうしたら私日本広まらせよってんですよ、うん、大和魂が火ついちゃって、うん、ふざけたと、うん、日本人がこんなとこで、うん、おっぽを巻いてね、ケツ巻いて帰れるかいと、うんうん、あの学ぶべき教訓が違いますね、この1、2、3、4でね。で産業産業ごとの生命のライフスパンっていうのが短くなってきますから、はい、あ前よりもね、はいはいはい、だけどサービスインダストリーというのは何も変わらないんです。その国がいいとかという、はいはい、生活するとかいうのと、はいはい、ビジネスがいいかどうかってまた別問題ですよね、はい、この3つですよね。あのアジアで成功するというか、自分自身で生きていくためのノウハウの真髄はコネアとか、うん、ワイドであるとか、 かそんなものを使いながらできますよ、うん、やっぱそういうことが大切なんだけど、うん、そればっかり頼ってたらノウハウにならないですね、うん、だからいろんな新しいニュービジネスやとか、はいはいはい、新しい産業に対して、はい、ね、コネを使ったりのなんとかって必要ないですから、はいはい、全てのビジネスがチャンスが見えてくる、うん、これは違う方向に